なあ、今日は何飲む？そんなん決まってんだろ。飲み放題一択。もうちょっと酒の味とか楽しまない？いいのいいの、酒はアルコールが入ってれば OK、 酔えればみんな一緒だって。レシオタイム。俺の名前は大酒勲、48歳の会社員だ。昨日飲み放題で飲みすぎたせいか頭がカンカンする。でも元は取れたからいいか。二日酔いは我慢すればいいけど、飲み放題は飲まなきゃ元が取れないからな。だからガンガン飲むのが正解。俺の給料は月に25万、手取りは20万ほどで、それほど多くない。だからこそお得な飲み放題では余計に酒を飲んでしまうのだ。そして俺が飲み放題にこだわる理由はもう一つある。もうダメ。みんなだらしないな。俺なんてまだまだいけるよ。俺は人と比べると酒に強い方だ。だから親睦会に来てもこの通り。ただなかなか酔えないので、そこが困りどころ。気分よく酔っ払えるのはいつも帰り際になってから。でも大酒さん、そんなにお酒飲んで平気なんですか？いつもそんなに飲んでたらお金足ります？大丈夫、俺はいつも飲み放題だから。でも飲み放題だと自分の好きなドリンクとか頼めないことありますし、それに元取るの大変ですよ。その元が取れるから俺は飲み放題にしてるの。なるほど。そう、俺はとにかく酔うことがなかなかできない。だからこそ飲み放題の存在を知った時は衝撃だった。俺が飲み放題と出会ったのは大学時代だ。本当にいくら飲んでもいいんですか？980円でいくらでもおかわり自由だぞ。お前にはもってこいの場所だろ。すげえ。ってことは俺でも酔い放題ってことじゃないですか。絶対に飲み放題注文します。そして飲み放題を知ってから俺はお得な酒の存在も知るようになる。なんだよこの焼酎、1リットルで1500円、こんなん買うしかないじゃん。絶対に悪酔いできるぞ。俺は特用の酒も買うようになり、次第に酒を飲む量が増えていった。過去には友人の結婚式で、酒最高。ちょっとやめてくれよ大酒。テーブルに座らないでください。席に戻って。俺はめでたいとばかりに酒を飲み泥酔状態に。散々新郎である友人に迷惑をかけた挙句絶縁された。まあこれは自業自得だし仕方ないよな。飲みすぎて失敗してしまう過去もあったが、どれだけ飲んでも同じ値段という飲み放題の魅力にハマっていった。家で飲むのは控えてお店で飲み放題を選ぶようになっていたが、そんなある日、飲み放題の店が駅前にオープンしたのか。ああお前好きだろ、飲みに行こうぜ。いいぜ、行け行け。俺は友人の誘いで飲み放題の新しい店に行くことに。そして店側でもこんな説明があった。飲み放題だからどんどん注文してください。今ならオープン記念で安いですし。もちろん飲み放題一択に決まってるし。だよな、そのために来たんだもんな。じゃんじゃん飲むことだし、つまみもいっぱい頼もうか。そうだな。俺は店員からの説明に気をよくしておつまみもたくさん頼むことに。だが、じゃあハイボール2杯お願い。すみません、グラスは交換制なんです。持ってくるまでに飲み終わるからもう1杯注文したい。決まりですので、すみません。なんだよそれ、いちいち頼むのめんどくせえし。本当に交換制って嫌だよな。いちいち飲んでからじゃないと次の注文ができないってさ。まあ店側も元を取るので必死だからな。知ってるか、ビールが一番原価って高いんだぜ。だったらビール飲みまくって元取るしかねえな。だな、頼むか。ああそこから俺たちはビールを頼みまくって飲むことに。またビールお願い。またですか。俺もお願いね。でもここの店なんか結構飲んでるのに酔えないな。ビールなのに薄めてたりして。いやそれやめてほしいわ、俺すげー飲まないと酔えないのに。だよな。でも中にはそういう店もあるからな。
ほんと、飲み放題でそれだけはやめてほしいよ。そういう店の酒ってさ、味もいまいちだけど、アルコール入ってないんだよな。マジで最悪だな。俺と同じザルの友人もどんどんとビールを飲んでいった。すまないな、新店舗の店員さん。元は取らせてもらうぜ。こうして俺たちはラストオーダーが近づくにつれハイスピードになっていった。そして店の決まりで2時間制のためラストオーダーを聞かれたのだが、ビールもっと持ってきて。あの、まだ飲み終わってないですよね。すみませんが交換制ですので。もったいないな、時間がもうないのに。すみません、決まりですので。本当気が利かねえ店だな。よし、飲んじまおう。おー、いけいけ、いけいけ。え、大丈夫なんですか。えっと、ちゃんと飲んだからもう一杯お願いね。はい。ひゅー、お酒やるね。やっぱり最高だわ。こんな感じで俺は元を取れるように酒を飲んでいる。でもこんな飲み方を続けているとやっぱり家でも飲みたくなる。最近はグラスの交換制のところも多くなってきたしな。うちでグッと飲めるようになんかいいものないかな。あ、焼酎じゃなくてウイスキーもでっけえボトルのが売ってるのか。しかも4リットルで4000円ちょい。1リットル1000円だからかなりお得だな。ちょっと買っとくか。飲み放題で金を浮かせている俺だが、やっぱり居酒屋に行くと金がかかる。またうちでも飲めるようにしとこうか。俺は4リットルのウイスキーを買って飲むように。炭酸高いから水で割って飲めばかなりお得になるよな。まあ味は薄いけど酔えればいいか。いいか、おりゃいいな。ぐいぐいいけるぜ。むしろ酒に強い俺にはうってつけの飲み方じゃないか。でもそれから俺は水割りのウイスキーが手放せなくなった。さすがに会社には持っていかないけど。朝なのに飲んじまったよ。まだ朝早いし、それまでに酔いも覚めるから平気か。俺は朝から酒を飲む始末。それも水割りで薄くした酒だからなかなか酔えない。もう一杯飲んでから飯食うか。というか別に飯食いながら飲んでも大丈夫だよな、酒薄めてるし。こんな感じで俺はウイスキーを水割りで飲みまくった。でもそんなある日。あら、2本買っといたのにもうウイスキーがない。嘘だろ、どっちも4リットルのやつだぞ。なんと2週間前に買ったばかりのウイスキーがなくなっていたのだ。2本で8リットル。さすがに俺も2週間でそれを飲み干すことはできない。まさか誰かに盗まれた。いや、それしか考えられないけど、そんなに高いもんでもないし、警察呼ぶのはやめとくか。それより他に物取られてないか見つけないと。今となってはアルコール依存症の症状による妄想だったのかもしれない。飲みに行っても俺はそのことが気になって仕方がなかった。買いだめしてたウイスキーが消えたって、それ自分で飲んだんじゃないんですか。まさか、俺だって8リットルのウイスキーを2週間で飲んだりできないよ。でも大酒さんだったらやりそうだな。ここも飲み放題ですし、今日だってもう5杯目じゃないですか。こんなの飲んでるうちには入らないよ。そうですか。そう思ってるのは大酒さんだけで、体はそうでもないかも。まさか、もうどんどん飲んじゃうからね。でもこの居酒屋の飲み時間は2時間制の自動延長システムだったようで、知らず知らずのうちに俺はその後も飲み続け、気がついたら合計5時間以上飲み続けていたようだ。大酒さん、さすがに飲みすぎですよ。そんなことないよ。ろれつ回ってないですし、もう飲むのやめましょう。大丈夫やって。ちょっと大酒さん、飲みすぎだよ。大丈夫だよ。俺がどのくらい飲んだのか後輩もわからないらしい。そして気がつくと、あれ、なんで俺ここに。ああ、やっと気がついた。急性アルコール中毒で大変だったよ。気がついてよかった。俺がアルコール中毒。お酒の飲みすぎだよ。加減しないと命が危ないよ。
冗談じゃねえ。酒は好きだけど、それでなくなるなんてまっぴらごめんだ。医師の言葉に俺はゾッとなった。まさか自分が酒の飲みすぎで病院に担ぎ込まれるなんて。でも酒を嫌いになれないのが俺。お前倒れたって言うのによく飲めるよな。いや、あれは酒のせいじゃなくて自制を忘れた自分のせいだからな。だから酒も嫌いになれないのよ。おい、それでまた倒れたらどうするんだよ。だから今日は飲み放題じゃなくて普通に頼んでるじゃん。これなら金もかかるし好き放題は飲めないからな。なるほどね。それに酒も味わって飲むと結構うまいな。酔わなくても十分楽しめるわ。お酒、俺は量よりも質にこだわる飲み方をするようになった。そのおかげで悪酔いはできなくなったが、酒の味は楽しめるようになった気がする。そう考えると今回は倒れてよかったのかもな。あのままだとどうなってたか。あ、俺が酒を嫌いになることはないけどな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。